ごまだれ。はい、こんばんは。ゼルダの伝説トライフォース三重士に挑戦したいと思います。こちらは任天堂さんから発売の 3DS 用ソフトでして、ジャンルはアクションアドベンチャーです。姫を助けるために勇者候補となった主人公が他の勇者候補と協力して謎を解き魔女を倒すというような内容でございます。一人でも十分遊べるみたいですが、今回はせっかくなので私を含みます3人の勇者候補で謎に挑戦していきたいと思います。申し遅れました。私緑を担当しておりますチャチャチャと申します。青が2代目、赤がトランプマンとなっております。よろしくお願いいたします。ということで第1面たどり着きました。ダダダダ、あ、草がありますね。従来のゼルダの伝説と同じ感じなんですかね。あ、弓矢を手に入れた。おー、撃てる撃てる。あ、ルピー出ました。なんだ、あそこにたどり着けばいいのかな。あ、とりあえずは、ハートが出てきた。草や壺をですね、割ったり、器物破損をしてね、どんどん、私腹を肥やしていこうと思います。ん？なんだろう。閉まってるな、中に入れない。とりあえず、壊して、私腹を肥やして。あ、これが、トーテム。相手をね、持ち上げて投げることができるみたいですね。あ、じゃあこれを利用して、もしかして、あそこのスイッチ、押せたりするんじゃないですか？こっち来て！こっち来て！とりあえず一番高いところに、2台目を乗せた！おいおいおい、落ちないで。あれ？私が投げちゃダメなんだね。トランプ！はい、投げて！よし、OK、ナイス。あ、今押してるのがね、応援マークなんです。なんか下にね、いろんなマークが出てて、これを押したりすることができるんですね。これで、チャットとかはできないんですけど、エバラのごまだれ！こうやって意思疎通をね、していきたいと思います。一面クリア。デクの森二面、いきたいと思います。あ、敵かな？味方かな？よいしょ。トリバードかな？違うね。敵ですね。倒してルピーを手に入れたり、するのかな？とりあえず全員倒さなきゃいけないのかな？あ、あそこに宝箱がありますね。あれ取りたいな。こっち来て。はい。あれ？あ、私が行くの。あ、痛い。よし。ナイス。オッケー。よし。開け。たったらららーん。よし、開けた。ルピーゲットですね。いいですね。宝箱どんどん。ごめんなさい。痛い。オッケー。よっしゃ。パッパラパパン。ハートが3つ入ってました。よし。あと2機かな。痛い。ごめんなさい。よし。オッケー。全部倒したかな？グー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 。エバラのゴマだれー。トーテムいらない。トーテムいらない。よし。はーい。グー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 。次の面行きましょう。デクの森3面。ん？なんだ？下に川がありますね。これ落ちたらダメ系かな？お？この玉を押したら、橋が動く。えい。まあ、お決まりですね。これやっとかないといけないみたいな、そういう使命感のもとね。はい。じゃあ、そこで、あら、右のほら、あそこに玉があるからさ。あれ撃てばいいんじゃない？違うの。あ、矢が通らない。あ、トーテムして、撃って、あー！なるほど。グー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 。仕掛けが動きましたね。まあ、ここで、まあ、しょうがないんで、こう、トーテムして、えい！いい感じ。ノーまあ、おふざけはこの辺にしたいんですけど、まあ、おふざけこの辺にしたいっていうことが、相手さん二人で、あ、やばい、これ、もしかして、これは、投げてもう、大丈夫。覚悟は決めてますから。投げて。投げるんだ。ヒュー
次はどこいるのかな。なんだなんだ、お、落ちた落ちた落ちた。お、なんだ、またまた落とされるの。ちょっとハート危なくない、ハート。お、あ、あの玉見えてなかったな。グググー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 、橋がかかりましたね。エバラのゴマだれ、いい感じ。ないで、ないで、よし、オッケー、落ちないですね。あ、奥にハートあるじゃん。ちょっと待って、あ、ごめん。そう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 、オッケー、ハートも回復したところで次の絵に行きましょう。グー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 。この意思が伝わってるか伝わってないかわからないそんな感じがいいですね。よいしょ、いてて、なにこれ、あれ、よいしょ、倒すのかな。あれ、出てこないな、出てこないですよ。どうして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 、よいしょ、これもしかして近くにいたら出てこないみたいな、そういう敵なのかな。え、どうやって倒すんだろう。近くに、あ、弓、なるほどね、矢を放てっていうこと。あ、痛い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 よ。他もどんどん倒していきましょう。あれ、何通っても、あー、なるほど、敵が二段重ねだから自分たちも二段にならないと高低差があって当たらないんだ。なるほどね。おー、倒しました。グー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 、エバラのゴマだれ、よいしょよいしょ、投げて、ちょっと投げて、それじゃいけないって、いけないいけない、よし、はい、ノー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 、ほら、早く整列して、グー、次行きましょう、デクの森。ん、なんか音が違いますね。あ、宝箱、デクの森クリアーなのかな。バズジェリーを手に入れた、お疲れ様です。こんな感じでね、サクサク遊べるゲームみたいなので、どんどん続きもやっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ゲーム実況は投げないぞ。